元公文元公文、元公文。1190年8月10日。明正元年7月8日から1257年10月12日。もう歌7年9月4日は、金末期の詩人。字は弘行、号は山。祖父は、道山県令の元茂前。父は、元の利明。兄は、元、高賢、元高校。 四世紀に北魏を建国した先碧拓抜部の着流である、拓抜氏の皇族である、定山王、拓抜従う、当代の詩人のもっといを祖先に持つ。千百九十年に、大変府、摂州州姿県、現在の山西省、摂州市、摂福で、元の利益と王子の三男として生まれる。生後七ヶ月で、叔父の元角と長子夫妻の養子となり、 彼らに育てられた。養父の転勤で、三島、先生などで暮らしたこともあったが、後年に、家南に、避難するまでの間のほとんどの時期を、三世で過ごした。校文は7歳の時から試作を行い、振動と称された。14歳の時に転居先の三笹川で、各店長に指示、大元で実施された里見の受験に挑戦し始める。長のでは、 過去の受験指導よりも、諸子百科の思想、人間の本質についての講義に重点を置いた授業を受け、陰遁生活についての憧れを募らせる。二十歳前に、長子を妻にめとり、結婚から間もなく長女のもと、間を設けた。1211年から、モンゴル軍の金への侵入が始まり、1214年3月には、兄の元孝子が、金の将校として、 モンゴル軍と大道で戦い、二十九歳で戦死した。二百十六年に拷門は、母と共に、カナンのミサと、現在のカナン省落葉市義陽県に疎開するが、カナンも戦火に巻き込まれる。カナンの混乱が一時的に収まると、紳士の受験に向けた勉学に励むと共に、西聞き、論史を表して、先人の文学論をまとめ、当時の文人たちから高い評価を得る。 分断の権威であるからは、徒法に悲見すると称賛された。1218年に、当法に移住して生じ主として暮らし、農民たちと共に、農作業に従事することもあった。この時期に書かれた、筒、おかたん、木のととり6月11日中などの詩には、農民たちへの愛着と、悪徳管理への批判が表現されている。1221年に金が実施した真摯に、 合格するが任官できず、1225年に、任官試験に合格し、国司院編集に配属される。国司院に配属されてから半年ほど、あと、1226年に職を辞して、東方に帰り、37歳から42歳にかけての間に、河南の陳平県令、内郷県令、南洋県令を歴任した。県令に課せられた。 朝税の職務と困窮する農民の矛盾に葛藤し、死に農民たちへの同情と苦悩をしたためた。1231年に直命によって中央に召喚され、翌1232年に小諸省の左人字に抜擢された。1233年3月に皇帝哀州はモンゴル軍に包囲された弁慶、開封から逃亡。 クーデターを起こした将軍の再立によって弁慶は制圧される。公門は、再立によって殺害されかけるが、李仲家という人物の取りなしで窮地を出し、左右心右楼に任命された。この時に、再立は、自らの功績を称賛した碑文を立てることを、公門に命じ、脅迫を受けて、不本意ながらも、碑文を立て、自らも、序文を書いた。 後年、歳立のために秘文を立てたことで避難を受けるが、弁明はしなかった。四月に弁慶は、陥落、公門は、捕虜となり領場圏内の至り各カに家族と共に、抑留された。南京生活の直前で、公門は、モンゴルの官僚、ヤリツ素材に手紙を書き、金の知識人の保護と伝統文化の維持を訴えかる。1234年に金が完全に、 モンゴルによって滅ぼされた時、公門は即時の死で、歳月の死を喜び、また、皇後,后女屋に愛衆への哀悼の意と金への忠誠を表した。やがて公門は釈放され、災難地方の監視権令、蝶高志鈴の計らいで、家族ともどもに、冠無理に移住する。蝶高志鈴とその主にあたる玄美のの保護を受けて、公門破綻し、東なるに活躍の場を移した。 その後は、冠氏に、簡素な家を建てて、著作に専念し、モンゴルに主観することなく滅亡した、祖国、金の歴史編纂事業に全力を尽くした。1240年に、長高志鈴の生死を振り切って、故郷の節州に戻ったものの、史書編纂のために各地を遍歴し、同時に道中で見た、モンゴルの修族や急乏する民衆の様子を死に、書き残す。 他者の妨害にあって、ヤシの返産を決意する。1245年頃に病にかかって、死亡の噂が流れたが、やがて回復し、旅を続ける。1252年、彼が63歳の時に海兵で、モンゴルの皇帝クビライと越見し、クビライに、儒教大僧師の尊号を報じる。1257年に、新提検。 現在の河北省石化創始制定権の会泉にて68歳で死去した。金と同時期に中国に存在していた謎では元公文の名は認知されていなかった。元においては敗戦国である金の文化に着目する人間は少なく格段高い評価は得られなかった。元の後に成立した民では非観民族国家、金の詩人である。 元公門の評価は低かったが、民末新書の文人、千賢益は、元公門と彼の著作、中須州を高く評価した。中国では17世紀に至るまで、元公門の作品、辞席は日の目を見なかったが、満州民族の国家である清が建国された後に、再評価、再研究が進んだ。金の詩を先週した、中須州は、元公門の傑作として有名である。 題名にある中州には金国こそが中国の伝統文化の継承者だという意味が込められており、詩集としての性格のほか、詩人の伝記も合わせて収録しているため、金国詩としての役割をも持っている。中州は人心増編とともに元松に編纂された金氏の編纂に活用された。日本においては南北朝に 五さの仏装の間で中洲州が購読されていた。江戸時代に中洲州、校門の作品が収録された禁止戦が出版され、明治時代に入って校門に対する関心が高まった。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。